今1900じゃいきなりおいどうしたんだ、今1900じゃなくて2018年9月26日水曜日なんだけど、今年の夏はもうすっげえ暑かった。で、去年までは自転車であちこち公園とかイベントとか iPad を持ってあちこち見に行って、そういうのを撮ったり自撮りしたり、いろいろまあ自転車散歩写真動画をいっぱい撮って、まあ公開したのもあるけどほとんど非公開で自分の YouTube チャンネルにボッカンボッカン入れて、そういうなんていうかな、アウトドア、ちょっとしたミニアウトドア記録をいっぱい撮って思い出作りやってたんだけど、今年はねもう全く出なかったね、ここ数年の楽しみの一つでよさこいを見に行くの、池袋とかも、あと光が丘公園とかそういうよさこい関係の動画とか、あとは何だろう、ハロウィンコスプレパーティー、そういう大きなイベントとかも好きだし、そういう祭り関係のところに行って、まあ俺が行って保存しなくても、そういうよさこい関係の動画 YouTube 探せばいっぱいあるんで、まあただ行くと臨場感があるし、その現地に行って、熱気を感じるっていうのは、まあプロレスと同じように行くと楽しいので、行った記録として自分で動画を撮ったり写真撮ってそういうことをやりたいんだけど、今年はね暑かったんで行かなかったな。結局全然ほとんど家でそしゃげばっかりやってたかな自転車で出かけようって気すら起こらなくて、あまりにも暑くて、来年はまたこんな感じになるのかな、年のせいっていうよりも暑さのせいでデブ症になっちゃったな。で今年はほとんどその家の中でエアコンに冷気の中でゲーム三昧と言っても過言ではない。最近ハマってるゲームがさっきも言ったけど、バンドリーとガールズバンドパーティーと、もう一個あと時間食いなゲームだなと思うのが白猫プロジェクト。これもすごい人気で今テレビで CM 盛んにやってるんだけど、なんかね白猫プロジェクトって関わってる時間がえらいものすごい長いんだよね。たくさん時間食いのゲームで、まあ、一種のアクション RPG 的なんだけど、アクション性もまあ緩いんで誰でもできるんだけど、街づくりしてその街が綺麗にできてるんだよ。まあやってる人にはこんな言わなくても分かると思うんだけど、とにかく経験値とかそれぞれ、キャラクターを育て、キャラクターっていうのがまたどれもねよく喋る、よく動く、どれも可愛い、たくさんいる、それぞれがキャラ立ちしていて、それをたくさん集めて親密度みたいな、なんかそういうのがあるらしくて、そういうそれのそうするとまた親密度が上がると、街で急になんかそのキャラが出てきてそれなりのイベントで喋ったりするわけね。で、まあ、とにかくまあやることがね、街づくりだ、キャラ育てだ、経験値だ、武器の合成だ、強化だ、一体どうしろっていうぐらいいろんなことでもう大忙しなわけ。一つのゲームにどんだけ人の時間を組んだみたいに、まあそれだけ面白いからハマっちゃうんだろうけどね、みんなもうどつぼにハマってるんじゃないかな、白猫ファンっていうのは。まあ俺もね、ほんとこのくらいなんていうかな、キャラ育て RPG 的なものにハマったのはファイナルファンタジー6以来かな FF6 も相当それにハマったけど、もうその日じゃないね、白猫へのこの系統の仕方っていうのは。なんでこんなにこのゲームって運営が力入れてるんだろう、これに関わってるなんていうんだろうな、声優さん、
プロの声優がこの中でボイス出してる人たちも山ほどいて、普通なんか声が聞こえるゲームなんて、まあいろいろあるけど、こんなにボリュームないんだよね。もう毎週毎週ラジオドラマやってるんですかっていうぐらいに山ほど喋ってるわけ。それ聞いてるだけでも大変で、まああのバンドリもいっぱい声優がしゃべりまくって、とてもとても聞ききれないぐらいに、絵は動くわ、喋りまくるわ、そしてあっちはリズムゲームで、こっちは RPG で、もうなんかねもうこれも喋り出すとキリがないんだけど、まあそうやってまあ楽しいゲームがあるから、これも無課金で腐るほど遊んでるんだけど、そういうソシャゲ、あとはまあそのバンドリーや白猫プロジェクトほどではないけど、モンハンなんとかとか、あとはアスファルト、アスファルトシリーズ、3D のカーレースゲームとか、あとは昔から好きな格闘ゲーム、そしてあとソシャゲで言ったあれかな、あのモンスターストライク、これはもう簡単なゲームで指で引っ張ってぶつけ合うという、まあおはじきのようなビー玉のような、ものすごく単純だけど痛快でハマるゲームなんだけど、まあこれは割と若年層が多いのかな、小学生くらいからハマりやすいゲームなんで、白猫プロジェクトも小学生もハマれるかとにかくまあそんなこんなのいくつかのソシャゲを毎日ログインして、ログインボーナスをもらい育てて、イベントをクリアしていくことをまあ日課みたいにやってるんで、だから外のイベント、そう、外のイベントに行かない代わりにソシャゲのイベントで忙しいと、誰がうまいことを言ってそんな感じでね、バーチャルイベントの方に忙しい日々を送っているので、まあ退屈はしないんだけど、何を言ってんだか、まあ、そんな感じで一人遊びが多い昔から、では一人遊びでお題をつなげて強引に吉田拓郎の僕一人という歌を弾き語ってみようかな。長い、また今回も前振りは長いけど、まあこうやって喋ることも健康で長生きの秘訣かなと思い、では最初の一音がね、ひとり、最初の一音がどうもなんかつっかえ気味なの。もう一度、吉田拓郎の僕一人。
人で歌う自分のために一人で歌うギターと僕一人でいたい座っていたい一人でいたいベンチと僕一人が好きさ寂しがりやさ一人が好きさ拓郎のそのシートに入っていた僕一人というかなり初期の歌を歌ってみました見ましたっていうなんかこのあれだなライブ的な物言いなんかどうもピンとこない、うん、所詮これ一人ごとで記録しているなので、ツイキャスみたいに誰か聞き手を想定しているわけでないので見ましたとかですとかいうのもちょっと抵抗があるんだけど、まあ YouTube に公開するとなるとあれかな、あんまりぶっきらぼうで言うよりは多少語りかけ調に喋った方がいいのかもしれないってな感じで、今日はこれ第2弾の録画がこれで終わり。これ短い方がいいな、まあ短いって言っても結構喋っちゃったけど、ツイキャスでやると30分ぐらい曲続けざまいにやって30分ぐらいを一区切りでやるのでかなりね疲れるんだよね。で失敗しても後戻りできないし、この1曲単位で短い動画を上げていくとまあ簡単だし楽でいいなと。とりあえずこれ第今日久々にやった弾き語りの第2弾でアップしてみよう。